ボートレース小島の第33回倉敷市長杯シリーズ3日目の戦い、いよいよラストカードとなりました。第12レースは記者選抜戦です。1号艇には住谷健吾、2号艇には斉藤博人、3号艇には坂本博人、4号艇には小宮敦、5号艇には古澤光則、6号艇原田智和、以上6選手の対戦12レース記者選抜戦です。6選手全員が前半カードで船券絡み、白星を飾ったのは3号艇の坂本、オープニングカードの浅徳が5戦逃げて目下昨日から連勝中です。一方このレース人気を集めたのは高枠番で登場だった1号艇の住谷、前半カード2着、ここまで1着こそはないものの3連打率は 100% をマーク。2コースが2号艇の斉藤、センター3コース3号艇の坂本までがスロー、4コース下げて角1が4号艇地元の小宮、5コース5号艇の古澤、6コース6号艇の原田、新入スタイルスロー3艇1二3かまし3艇456、現在スリット金すっかりとホーム追い風へと変わって大時計12秒シーン回転始めております。風速は2メートル前後のコンディション。第12レース記者選抜戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。スロー3艇コースタートは1号艇2号艇3号艇一緒の1枠は一節速度で1号艇の住谷、2号艇の斉藤差し込め、3号艇の坂本のさらに引いた3番出しから4号艇の小宮握った、5号艇の古澤打ちをついて6号艇の原田が旋回ですが、押し切った1号艇住谷健吾、2番手らせ差した2艇4号艇2号艇並走クランドク最内から6号艇の原田、後方2艇は3号艇5号艇一緒にコーナーの旋回、スタートは正常、2番手割り込んで6号艇原田が抵抗する、4号艇の小宮差し替え前、握ったのは2号艇の斉藤で打ちをついては V ギは3号艇の坂本が展開しておりますが、先頭は1号艇住谷、2番手後ろを捉えて4号艇地元の小宮が浮上、3番手上がってきた6号艇の原田、上台形は146、レースは2周目と移ります。抜けたのは1号艇の住谷健吾、焦点は2番手3番手の攻防戦で4号艇小宮が先手を取る、くるっとやってくる2号艇斉藤、握り込んだ6号艇の原田智和です。2番手高さは4号艇の高艇もつれそうですが、後ろを通ってリードを一挙し4号艇の小宮、アドコース猛追体制6号艇原田、後方3艇水川家、2号艇斉藤、3号艇坂本、先行方は5号艇古澤、レースは2周目の攻防戦です。2番手4号艇小宮が先手を取る、6号艇の原田切り込もうとしますが、2号艇くるっとやってくる斉藤博と、2番手が4号艇小宮、3番手6号艇の原田、上位の3名146、レースはこれから3周目と移っていきます。このレース1コースからコンマ16あたりでしょうか、1周1ワーク、しっかりと押し切った1号艇住谷健吾、2番手が4号艇小宮敦、3番でついた6号艇の原田智和、上位台形146、2連単146名数は 6.1 倍、3連単146 64.8 倍を示しております。シリーズ待望の初勝利、オール3連打キーパー、先頭1号艇の住谷、2番手についた4号艇地元の小宮、3番手褒めが帰ってきた6号艇の原田、上位の3名は住谷、小宮、原田の146、先頭1番住谷ゴール、2着4番小宮、3着6番原田ゴール、3番坂本、2番の斉藤、ラスト5番の古澤ゴール。以上小島第12レースでした。